Cristiana del Grifo. のセリエ A 日本人対決、これね、もう雨で冷たい雨が降る中ね、2人の熱い戦いが繰り広げられましたね。これやっぱりメラメラっていうのはあったんですかね。やっぱりね、意識してしまうもんだと思うし、やっぱり日本でやってるわけじゃないですよね、はいはい、だから自分のチームに自分を示すためにもね、やっぱりいい指標なんですよ、お互いに。だからやっぱり頑張ってしまう、これ無意識にね、こう条件下に置かれるんですね。なんかクールな2人なのに今みたいなシーンは、ただね、2人ともフェアに戦いました。これがこの2人の立派さという技術の高さね、があるからこそできるんですね、はい、でもこの集中豪雨で高速道路が通行禁止になったぐらいらしいんですよ、うん、そんな中 でもここもそうだけど、中田ね、この変更することもできるしね。変更というのは、要するにこのピッチの中で、もう自分の考えじゃなくてアクシデントいっぱい起こるわけですよ、それをね、何回も何回も変更して変更して、なおかついいところを狙える、そこがすごい。ここもね、こっからのボールなんて最高でしたよね。もうだから下が難しいっていうのは分かったよね、グラウンドが悪いんで、だからもう空中にね、彼はスペースを見出したわけよ。この辺の目はすごい。そしてこの、ね、ゴールもそうなんですけど、はい、普通ならそこでもう一個止めてしまったりするんだけどもね、キーパーも自分も対戦難しいですけども、キーパーも難しいってこと分かってるんですよ、そしてもうこういう時はとにかくシュートを打てと、鉄則なんですけども、打ったら何が起こるよと、これは中田の本当にいい判断から生まれた得点ですね。ただしベネチアとして僕は痛いなと思うのは、ナナミのポジションを変えたことですね。それがなかったら、はい、ユンレオネディサンテレ。さあ、一方のナナミ選手の動きなんですが、今ね、言いましたけども、そのナナミのこの献身的な動き、すごく神経を研ぎ澄まして、ここも中田の前でカットしてますよね。この中盤とディフェンスラインの間、はい、そこに来るボールを全部取ってたんですよ。これ全部ですか。そう、前半はね。うわ、それによって安定したディフェンスができたんですよね。で、中田もなかなかスペースを見つけられなくて活躍する場面をね。そしてここもそうなんだけど、取ったボール、まあ、ここね、献身的な動きで追いかけてますよね。なかなか日本では見られないプレーですけどね。いや、見たことないですよ、はい、でこのボールね、もうこういう時にさっき中田の判断って言ったけども、ナナミもこのグラウンドではつなぐよりもとにかく相手の背後にボールを置くことがどれだけ大切か、裏を取るみたいな、そういう感じですよ。ここもそうですよね。こういうのも的確に分かる選手。でもね、もったいなかったね、ベネチアポジション変えたのがね。